皆さんこんばんは。在宅歯科カレッジの放送を始めていきます。今回は第5回食べ待ちフォーラムについてお知らせさせていただきます。第5回最後まで口から食べられるまちづくりフォーラム全国大会についてです。通称食べ待ちフォーラムが対面イベントとして帰ってまいりました。開催は令和5年9月17日の日曜日。会場は東京富士大学二神講堂。会場に駐車場はございませんので公共交通機関を利用してお越しくださいませ。第1部は10時から12時10分まで。こちら有料公演となっております。第2部は午後1時から午後4時まで。こちら無料のイベントとなっております。参加に関しましては有料無料問わず事前にお申し込みが必要となります。第1部の有料公演については前売り券3850円当日券5000円となっております。参加者としては一般の方や医療福祉関係者の方、どなたでも参加可能となっているイベントです。今回講演として厚生労働省、東京都、新宿区にご協力いただいております。参加に関しましてはこちらのチラシの右下にある QR コードもしくはこちらの YouTube の概要欄の URL からお申し込みください。食べ待ちフォーラムとは歯科医師の後藤先生が主催している新宿食支援研究会、通称新食研が主催しているイベントになります。後藤先生は東京都新宿区で訪問歯科を行っていらっしゃいます。訪問歯科を行うにあたり歯科医師だけではなく多職種と関わることが患者様にとって良い影響をもたらすことを実感し取り組んでいらっしゃいます。後藤先生の思いに賛同しているメンバーは約200人。そんな新食研のメンバーとボランティアスタッフで行うリアルイベントが食べ待ちフォーラムです。今回のキーワードは多世代。第1部は嚥下食のイメージを変えた調理人の塩味先生のトークセッションです。第2部はお子様から大人まで楽しめるアトラクションプログラムを用意しております。それでは第1部の講演についてご案内いたします。塩味克志先生、日本調理師会師範、庄内日本料理工場研究会会長代行、鶴岡食材を使った嚥下食を考える研究会代表をされている先生です。山形県鶴岡市にあります牛尾荘の料理人の方です。各種メディアにも取り上げられている有名な方となっております。塩味先生のお父様が食道がんを患った際、嚥下食としてドロドロしたものを召し上がっていたというところを遭遇しています。料理人として嚥下食は関係ないと思っていましたが、今となってみればもう少し美味しいものを提供できたのではないかという思いがある料理人の方です。塩味先生の作る嚥下食はペースト状にしたものを成形し、見た目も美味しく安全に食べることのできるお食事を提供していらっしゃいます。そのお食事はご本人様の思い出に残っている料理を再現するということもしていらっしゃいます。塩味先生の取り組みに関しては YouTube などでも確認することができます。その塩味先生を交えてのトークセッションとなります。こちらは10時10分から12時10分までとなっております。
一緒に登壇するのは管理栄養士の小川豊美先生、ファシリテーターは管理栄養士の稲山美久先生となっております。お申し込みは PTEX からお願いいたします。現在右下に表示されている QR コードとなっております。 YouTube の概要欄にも URL を記載いたしますので、そちらも参考にしてください。続きまして第2部のプログラムについてお知らせいたします。はい、こちら午後の部となります。二神講堂の4階と1階の広場を用いて行います。学ぶコーナー、職業体験コーナー、食支援体験コーナー、介護食品の展示、ショコラビットラボ。1階広場ではキッチンカーとゲームが開催されております。それぞれ詳細を見ていきましょう。はい、そうですね、はい、こちらですね。まず学ぶコーナーに関しては各種プログラムを講演を聞くという形になります。トップバッターは新宿食支援研究会主催の後藤先生の講演になります。1時から1時20分まで、キーワードは MTK&H。 そして2回目の講演は1時25分から1時45分、管理栄養士の稲山美久先生による管理栄養士のスゴ技という講演が開催されます。続きまして1時50分から2時20分まで、こちらは理学情報士の志垣先生によるご縁型ワークショップレッツご縁が開催されます。続きまして2時25分から2時55分まで、医師の西山光一郎先生によるどうする嚥下障害耳鼻科の立場からという講演が開催されます。西山先生も各種メディアに出演されているご高名な先生になります。続きまして3時から3時20分まで、言語聴覚士の菅野ゆかり先生による町には食を支える専門家がいる、こちらの講演を行います。最後ですね、3時25分から3時55分までスポーツ栄養士の先生によるスポーツ栄養における糖質摂取の重要性、お米をしっかり食べようの講演が開催されます。続きまして職業体験コーナーですね。こちら時間を区切ってそれぞれの職種になってみようという体験型のイベントになっております。1時から2時までは歯科医師になってみよう、こちらに関しては私もお手伝いをさせていただく予定となっております。印象剤を持って行ってちょっと型を取ってみようとか、まあいろいろ考えておりますので、もしよろしければお立ち寄りください。そして続きまして2時15分から3時までは看護師さんになってみよう、続いて3時15分から4時までは管理栄養士になってみようという体験をできます。こちら全年齢対象ですので、もしご興味ある方はぜひご参加ください。そして食支援体験コーナーになります。こちら1時から4時まで、投資で行っているイベントです。介護箸を使って作ってお菓子をつかむ、食支援の道具何これ体験など、これ以外にも体験型のイベントを用意しておりますので、こちらもぜひご参加ください。そして1階にはですね、実はキッチンカーが来ております。食の相談室おむすび、管理栄養士が作る体整うバランスご飯、夏野菜のタコライス、豚汁、おむすびなどを販売しております。もちろんドリンクもございますので、
手ぶらでいらっしゃっていただいて全然大丈夫です。そして1階ではミニトマトすくい、これ色的当てって書いてあるんですけど、あの管理栄養士さんのその3つの栄養バランスがあるこう色分けをするようなイベントになっております。はい、このような感じでイベントを行っておりますので、ぜひご参加ください。再度申し上げると、9月の17日の日曜日朝の10時から第1部有料公演を行っており、第2部無料公演も夕方まで行っております。参加に関しては有料無料問わずお申し込みをいただきたいです。はい、あの下の方にね QR コードありますので、こちらからお申し込みいただけるとありがたいです。それではぜひ皆様9月17日にお会いいたしましょう。在宅歯科カレッジでは毎週日曜日に動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねお願いいたします。